続アベンジャーズ、アベンジャーズ、アベンジャーズね、何人かのヒーローたちのやつです、はい、これ今週は2本やってますけど、来週からちょっとあのベスト3はベスト3だけとか、うん、アベンジャーズの週とか、うん、そういうの分かれると思います、はい、ラジオの東北自動車道、オッケー牧場のギャグで一世を風靡した一発屋芸人ガッツします。ウーマンオンザプラネットで有吉さんに質問をしまくる大島優子、年齢サバ読み、おっぱいお化け手島優、なんとなく顔が思い浮かぶミヒマル GT のボーカルの女もはや顔が浮かばないスピッツドラマー日本よ、これが栃木出身の芸能人オールスターズだそうなのか、そうだよ、そんなもんなの、栃木、そうなんですね。ウーマンオンザプラネットの有吉さんに質問しまくって嫌がられる大島優子言うなよそうなんだ、嫌がられてたんだラジオネームブラックさん、ハイパーメディアフリーター黒田裕樹元光源氏大沢美樹夫、元安全地帯玉木浩二、うん、LDH 所属早乙女太一、日本よ、これが嫁や子供に対して厳しいしつけを行う古き良き時代の父親だそうか、DV 系のなるほどね、うんうん、ラジオに騙しやすけしん、お前の頭の中には肛門でも入ってんのか、喋れば喋るほどクソが出てくる前園正樹を性格も人口もだらしない性欲に支配されている哀れな中尾明義てめえのやってることはただのつきまとい、ママに頼んで恋愛の仕方ちゃんと聞いとけ、山本浩二、我ら今年中に離婚するたいいや、そうなんすか、し悪口ひどい、まだちょっとこっちの感じがつかめてないですどういうテンションで、ラジオのオンマットさんでした。口癖は荒川静香はブスでおなじみの本田望結、自分より偏差値の低い人間に石を投げる芦田愛菜、滑舌が悪いくせに堂々と演技をする高顔無知鈴木福、気持ちが良い気持ちが悪い寺田心、日本よ、今の子役もクソ野郎だ。いや、可愛いでしょ、全員可愛い、全員可愛い、めっちゃ可愛い、性格もいい、可愛い、お前らごときが、そうです、彼彼女たちの方が収入上だぞ可愛いって言ってられるか、いや、まあ、そうですね、向こうのセリフだよ、俺ら可愛いと思ってんすか、寺田心くん、寺田心くん思ってます、俺ら可愛いって、おじさんたちこんなもん食ってんの、可愛いね、そう、めっちゃ腹立つな、負けたくねえ、楽しい顔して貧乏長屋住んで長屋とか知ってる、可愛いね、おじさんたち、心くんって長屋とか知ってる悪口上手だな、すげえな、おじさん、あのお兄ちゃんたちのトイレクソまみれだね、可愛くねえじゃん、そんなこと言ってないですよ心くん、ラジオネームブラックさんドラマ GTO ヒート主演アキラ、ドラマナイトヒーローナオト主演ナオト、ドラマ戦力外捜査官主演タカヒロ、映画植物図鑑運命の恋拾いました主演岩田貴則、ドラマ町医者ジャンボ主演牧大、世界よ、これが日本最強の学芸会集団エグザイルの演技力だめちゃくちゃいいバーンいやバーンじゃダメです、もうラジオネーム素晴らしい人です誰にも負けない熱さとうざさ、悪そうなダチは大体友達、市原隼人、合言葉はビッグラン、意味はわからんがとにかくすごい自信です、中尾明義面白く亡き世の中を面白く、平成のクソ滑りアクター桐谷健太、でかい白い顔が濃い歌も歌えるカッコつけハーフ白田優、最近あまり見かけませんが元気でしょうかビートギャザーの元彼高岡壮介、5人揃ってベースボールチンピラーズルーキーズです、以上アベンジャーズでした、アベンジャーズラジオネーム三平AD、PA、プロデューサー、気に入らないやつフルボッコ、真顔のブルファイター、福留のりお、カメラが止まればすぐ乾く、嘘の涙で銭儲け、大仏ベックフェイス徳光和夫下世話なトークと関西弁、
隠し子隠してバカ笑い、なにわのババアキラー宮根誠司、おしゃべり上手のおさわり上手、手癖の悪さは日本一、デミグラスエロトカゲミノモンタ、希望にあふれる新人アナウンサーどもよ、これが貴様らの反面教師だ。いいメンバーだな。福留さんのフルボッコ久々に聞いたよ。このラジオにしか聞かねえけど、あげとこうじゃん。パン。ラジオの美は乱調にあり、驚異的なひねりで世界を席巻する白井健三、驚異的な粘りを発揮する最強市民ランナー川内優輝、驚異的な体重で角界を震撼させる一ノ城隆、驚異的な速球でメジャーリーガーを目指す菊池雄星、世界を、これが日本が誇る驚異的な童貞スポーツマンたちだ。絶対違うわ。絶対違うないですよ。お前だろ、童貞。ラジオネームラッパーザキバチョフ。山に住む下道妖怪天狗、人を握りつぶして食べる妖怪ガシャドクロ、夜道を塞ぐ妖怪塗り壁、山で襲ってくる妖怪ヤマンバ、風呂で焼きそばを食う妖怪浅香光代、世界、こいつらが人々を怖がらせる最強妖怪だ。焼きそ風呂場で焼きそば食うのいじってんのこのラジオだけだし、もっと言えばタレントでは俺だけだし。風呂場で焼きそば食うのが怖いって言ってんの俺だけだし。何してあげとくわじゃあ。パン。ラジオネーム、ラッキーデイビス。驚異のリピート機能を搭載、同じことを何回も言ってしまう鈴木奈々、お前でしこる藤田ニコルで因が踏める藤田ニコル。チェルチェルランドは沖縄県です。リューチェル、おバカ界の超新星、言ってることは十中八九意味不明、滝沢カレン、客観的に自分を見ることができない、ただただ頭の悪い女、誰のがれ明美、世界よ、これが日本の教育の慣れの果てだ。社会風刺いいじゃん。なるほどね。ラジオネーム。さっきのラッパーザキマチョフのさ、思ったんだけどさ、さ、なんか、人を握りつぶして食べる妖怪ガシャドクロなんだけどさ、うん、山で襲ってくる妖怪、山んば。浅香光代、言いたいだけだ。ちょっと雑になっちゃいました。振り雑ですよ。一個手前雑になっちゃった。通り過ぎちゃいましたけど。一回通り過ぎましたけど。山で襲ってくる。結構、途中、おざなりなパターンあるからな。いや、面白い。ラジオネーム、チェーンギャング5。色、形、乳首の大きさ、すべてがパーフェクト。沢尻エリカ。やや垂れ気味、しかし大人の色気でカバー、杉本彩、 A カップ上等、足立由美、おじさんたちの青春時代のおかず、宮沢りえ、僕にもその陰謀を分けてください、菅野美穂、全てをさらけ出した女優の中の女優、おっぱい見せてくれてありがとね。いや世界よがもう、いらない感謝、ただ感謝、俺もこれただ感謝です、ただ感謝、マジ乱反射、いや関係ないから乱反射から始まっちゃった、やべえ、なんだバトル始まった、おい、あんた呼んだわ、呼んだか、呼んでないです、誰だ呼んだな、呼んだやつ呼んでないのか、呼んでないです、はい、じゃあ聞きましょう。意外と素直なおっちゃん。追っかけんの見たかったな。追っかけんラジオネーム三平。こたつで芋を食いながら、有吉くん可愛いとほざく40代のブス。雑にペディキュアを塗りながら、
有吉さんかっこいいと吠える30代のブス。カフェでセックス自慢を繰り広げつつ、有吉もセクシーだよねとほざく20代のブス。ピンク一色で統一された気持ち悪い部屋で、アリちゃーんと吠える10代のブス。威嚇性部屋でラジオを聞きながら首をブンブン振り回している年齢不詳のバカ。世間よ、これが有吉ファンの正体じゃ。なんかねえわ、いい加減にしろ。なんでこんなこと言われなきゃいけないの。ラジオネーム三平、あ、まあ、続くね。俺のセカンドバッグ盗んだの誰だよ、クワバン。言っとくけど俺じゃねえからな、田代正史。嘘つけ、どうせお前だろクワバン。決めつけんじゃねえよ、田代正史。二人とも喧嘩やめろ、志村けん。バカとのトリオ復活希望。何言ってんだ、ダメじゃんじゃないじゃないですか。何言ってんだ、いい加減知らないよ本当に。はい、どうしようか。ラジオネーム、おまっとさんでした。暴行、大麻、野球賭博、柄の悪さは東洋一、ダルビッシュ有の弟。詐欺で国際指名手配をされたグローバルバカ、ローラの父。クズ鉄盗んだクズ野郎、後藤真希の弟。墓に蜂蜜の瓶をぶん投げた今は亡き広島の厄介者、有吉の父。世界よ、日本の芸能人の身内は漏れなくクソ野郎だ。やろ、ちゅうのは犯罪者じゃないだろ、モラル違反だろ。ちょっと違いますね。全然違う。ラジオネームおまっとさんでした。ヘルシオ5220円で落札した熊田陽子。アロマ加湿器を255円で落札した小森純。プラズマクラスターを1080円で落札した星野亜紀。 iPad を855円で落札した永井勝。日本よ、ペニオク芸能人の悪行を忘れるな。もういいだろう、忘れてなくたのに。もうあげときます。忘れてたな。ブレイクアベンジャーズ。ラジオネームミルク紙コップ。ラジオ暴力、宮地幸男。ガードレール暴力、早乙女太一。クソアシスタントへの暴力、有吉弘行。日本政府よ、これがゆとり教育への返答だ。昔の軍隊じゃないんだ。ラジオネーム西のスイカ。人の値打ちは失敗から立ち上がるかどうかで決まる、野村克也。時には嵐のような逆風が人を強くする、王貞治。終わりはないと思うんです。一つ何かをクリアしても、その先にはまた一つ新しいテーマがあるんです、松井秀喜。先輩よ、上やべえ。一郎、高校球児よ、これが一流野球選手の名言だ。一郎のふざけた時のやつやるなって。松井とのやつ、はい。あ、出た。このまま。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。顔は笑顔でも人殺しのような瞳、座布団運んで30年、山田隆夫。てめえでサイコロ投げて拾ってはまた転がしてのマゾヒスト行為31年、引退してもまだ伝説、小坂井一樹。2012年9月、私たちは忘れない、ケツ出し女運びの佐藤健。世界、これが日本の立派な運び屋だ。本当に運送会社の CM みたいな。なるほど。ラジオネーム、桃色クローババ。主食はババアがつけてる高価な指輪、高田純次。元祖マックスキャッホー、大名犬の社長茂出木宏。上戸彩の金魚の糞、エグザイルヒロ。川柳女装が趣味の怒りん坊、梅沢富美男。
世の中のニュースを切った分だけ女子アナのケツ触らせろ、ミノモンタ。世界や、これが和製テラフォーマーズだ。ラジオネーム、センターエビス。失敗は怖くない、年老いて失敗を恐れる方、ごめんなさい、失敗は怖くない、年老いて失敗を恐れる己が怖い、孫正義。一般論をいくら並べても人はどこにも行けない、村上春樹。信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ、武田信玄。一日に5回うんこしないと気が済まない、みちょぱ。男女の恋の決算書はあくまで 50-50、 瀬戸内寂聴。日本よ、名言なんて紙一重だ。本当だな、本当っすね、取り方じゃない。ここ入ってたらなんかみちょぱもあ、うんうんって感じするもんね。あ、そういいね。そういうことか。そうそう、突っ込んでくれるかな。ラップと突っ込みどっちが得意なの？あ、ラップっすかね。ラップかい。マジかよ。聞いた今の。ラップかい。つい今でも見本見たかったんですよね、俺。あ、だからやっぱり。はい。いや、すごかった。基礎はできてるのよ。早かったし。ネタはやってないけど基礎はあるから。それそうでしょ。すごいですね、はい。確かに。やっぱ早かったっす。タイミングが。で、パンってやるしね。はい、こう音が伝わるように。そうですね。その辺やっぱりちょっと我流だけどね。いやいや、こうやってる。すごかったっす。はい。我流だけど、ちょっと。我流っすか。え、まあ、そうっすね。そうすね。やっぱすごい。今日も帰ってあれやろう、と。え、帰って？帰って何やろう？帰ってあれやろう、と。ちょっと。エッチな女の人のあれ見ながらあれやろう。なんだ、何やるんですか。パラパラッパやっちゃおう。残念だこれ。なんで突っ込んでくれねえんだよ。わかんねえもん、パラッパラッパ。やばいやばい。ほら、パラッパラッパやるんかい。パラッパラッパやる。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。圧倒的声量と歌唱力を持ったホイットニー・ヒューストン。どんな曲も完璧に歌いこなすセリーヌ・ディオン。5オクターブの音域を誇ったマライア・キャリー。奇抜なファッションと歌のうまさで有名レディー・ガガ。優しい歌声で世界に衝撃を与えた小錦。世界よ、この5人こそが世界的に有名な歌姫5人衆。歌姫にするなよ。姫じゃないです。姫にしたんだ。ラジオネーム AS。 映画海町ダイアリー主演広瀬すず。映画ちはやふる主演広瀬すず。ドラマ学校の怪談主演広瀬すず。映画4月は君の嘘主演広瀬すず。映画チアダン主演広瀬すず。広瀬すずちゃんとても可愛い、おしっこ飲みたーい。じゃあこれで広瀬すずちゃんのおしっこネタいつまでやってるの。もうそろそろ読まないよ、マジで。ねえ、どうしようかな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ちょっとアナルに極太マッキー入れていい？沢尻エリカ。いや、それは勘弁してくださいよ。俺俺じゃあ、あの、ズボン脱がせるわね。沢尻エリカ。いや、ちょっとこんな街角で恥ずかしい、やめてくれ。俺いやいやいや、ガチガチにフルボッキしてんじゃん、沢尻エリカ。世界よ、これが頭の中で描く俺の理想のプレイだ。知らないのよ。ああいうまだアベンジャーズじゃない。全然沢尻エリカちゃんね、かわいいね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。突撃隣の晩御飯です、ヨネスケ。あ、これあの今日作ったカレーです。母。はい、いただきます。いやー、これ美味しい、ヨネスケ。あ、これあのフグの刺身です、俺。いただきます。あ、あ、ヨネスケ。世界よ、もし俺の家にヨネスケが来たら毒入りのフグを食べさせて
泣きぼろにしてやるから覚えとけ。ラッパーザキバジョブ、そんなばっかりじゃないですか。対話劇が重ねてあげときましょう。以上です。アベンジャーズ、ラジオネーム三平。体全体が臭いカメムシ、ヘがデタラメに臭いスカンク、唾液が最強に臭いラクダ、何もかもがうさん臭い宮根誠司、肉ばっか食ってっから多分うんこが臭いエグザイル。おいみんなこいつらマジで臭いぞ。そういうことじゃないか。途中から臭いが変わってきて、一人ちょっと匂いじゃない臭いの人で、まあ一宮根さんのおかしい。ラジオネームミルク紙コップ。抜いた鼻毛を並べて遊ぶ夏目漱石、借金で豪遊しまくった石川啄木、童貞のまま死んだ宮沢賢治、世間よ、これが文豪とゲスナーが紙一重だという証明だ。でも圧倒的な才能があるからね。圧倒的な才があるからね。才がありますからね。そうなんですよ、残念ながら。お前の罰金の刑マジで何お前軽く流してんの、さっきから気づいてっけど、俺はいつ払うのかなと思ってるや、黙ってるや、全然罰金払わねえけど。2万って2万っすか。いや5千でいい。安くなった一気に。なんか安く感じるな。そうでしょ。4980円、うんうん、切った。5000切りました。あとでしょ払おうか。うん、払って。いやいや、おかしいですって。そんなのしょうがないですもん。だってなんでしょうがないんだよ。しょうがないってなんだよ。いやいや、あの仕事があったもんで、うん、自慢か。俺らに対する。いやいや、違う違う違う、そういう言い方してない。そういう言い方してないです。僕そ自慢じゃないです。すいません、あの本当誠意で許してください。本当に許せません。大丈夫そうな空気一回流れたけど、今の間大丈夫な間じゃん。大丈夫な間でした。絶対大丈夫な間じゃん。ジオネーム東北自動車道。ラジオ生放送中にアシスタントを暴行、宮地幸男。深夜の生放送中に放送禁止用語発言、松本明子。ラジオ生放送中に炭酸水を飲む、グリーンピース落合。ラジオディレクターよ、こいつらはラジオの生放送に起用すると危ないぞ。使わないでください。そこに並ぶんだ落合。ラジオネームペケミニ。石川や浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじ、釜茹で上等石川五右衛門。大名屋敷に武家屋敷、数々の汚職大名や悪徳商家から金品を盗み、貧しい者たちに配って回る身の丈五尺の小さな巨人ネズミ小僧。もう本人も母親になったことだし、例の件は十分に反省してるみたいだから、みんなも昔のことはいい加減忘れてあげよう。駄菓子屋バスター阿比留優。世界よ、これが日本の大泥棒だ。忘れてやれお前が。ラジオネーム美は乱調にあり。3回転半ジャンプで世界中のフィギュアスケーターから愛された浅田真央、ミコスリ反射性で世界中のフィギュアスケーターを抜き尽くした俺。真央ちゃんは引退しても俺は永遠に引退しない。そう、己のチンコが立ち続ける限り、俺もオナニーという銀盤の上で舞い続ける。ピョンチャンオリンピックでも東京オリンピックでも出てくるアスリート全員が俺にとってのオナペットだ。ノースポーツノーライフ。何のためのスポーツなんだよ。やれよ。ラジオにラッパーザキバチョフ。あ、広瀬すずちゃんだ、握手してください。俺近寄んなよブサイクゴキブリ、広瀬すず。俺の首を切った日本刀。いや、握手してほしかっただけだよ、生首状態の俺。あら、死んじゃった、ごめんなちゃい。広瀬すず、世界よ、可愛く謝る広瀬すずを見ながら
あの世へ旅立てるのならば俺は本望だ。何言ってんすか。まあ近い将来の境みたいなもんだな。生首で喋ってるなんて。俺どう殺されんすか。なんで殺されんすか。俺生首になって。え、だってそれだって今日遅刻で罰金も払わないし、もうそれは刑務所行きだから。え、アズカバン、アズカバンでディメンターに、ディメンターにやられるんですか。ディメンターに、ディメンターとディメンターにあのノコギリで切られる。あの払います。じゃあ4キュッパ、4980円。はい、よし、お願いします。すいません。それで、あれ買うから、この番組の、はい、ノベリティグッズを送る切手代。切手代になるの ?4980円。そうなんですか。そういう使い道なんですか、罰金って。現実。悪くなさそう。誰かから罰金取っては、ちゃんとしたことです。ノコギリ買うのかと思ったもん。ラジオネーム、マザーズミルク。俺は、女の足のゴミを食う。有吉弘行。同級生の女の子がガムバ、同級生の女の子がゴミ箱にガムをペッと捨てたのを見てそわそわした有吉弘行。アナルについたニラを食べた有吉弘行。世の中の食べ物の中でお茶漬けが一番好き有吉弘行。俺は女性の妻でお刺身をいただきたい有吉弘行。日本よ、有吉こそ芸能界一の食通。いや、食通かい。いい加減にしろ。今一番食べたいのは足のゴミだな。食べたい時あるんですね。え、足のゴミ。足、いや、ないですよ。なんで足のゴミ食べたい時。俺らが変なんすか。え、カレー食べるでしょ。カレー好きです。カレー食べたいのと思わない。めちゃくちゃ、はい、思います。一緒だから。同じ足のゴミ。足のゴミ、ゴミっつってますよ。だってこれじゃああげとこう。あげるの。パン、パン、うん、ゴミでパン。いや、わかんねえな、その感覚。いや、わかるな、福田。うん、うなずいてる。めっちゃうなずいてる。そうそう、怒ってんの。たまにあれだよ、や、山川の足のゴミもらってんだ、俺福田。山川さんの、うん、めちゃくちゃゴミってなんすか。足の爪、ほこりみたいなやつ。ほこりか。な、靴下とかのほこりあるだろ。はい、はい、指にたまる。ああ、はい、あれ、山川のたまにもらって。くっせえっすよ、あれ、多分。お刺身、お醤油に溶かして。溶かしてわさび的な感じでピリッとすんのかな。白身がいいよ、白身。白身に合う、白身に合うんですか。いや、わさびじゃないですか。わさびとして使ってるんですか。山川さんの足のゴミ。溶いて。そんな使い方すんの、足の。溶いても溶けないけどね。ですよね。ゴミだから。布だから。じゃあ結局、固形食ってるんですよ。すごいな。何言ってんだろうじゃないですよ。違うよ、腹減ったな。腹減ったかい。それで足のゴミで腹減っちゃった。おかしいっしょ。ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン。1953年静岡で誕生、本名浅野直子。1965年、ちびっこのど自慢不合格。2001年、24時間テレビで88キロ完走。2009年、北海道で農園開設、ケンズファーム。2017年、舞台中右大腿骨頸部骨折。健太子さん、お大事。ちょっとブレイク。アベンジャーズ。ゾンビの館来たら急に緊張してたな、お前。いや、ちょっと分かんなかったんだ。基本は入ってるのことすら知らなかったね、館に。急に館に入れたんだ。コール始まったし、急に。まずは、そこに、シャワー浴びてください、つって浴びて。シャワー。次、粉、そこは、添加粉、パンポンポンと塗ってもらって。あれじゃねえか。そこ、卵のパックがありますからね、卵パック、白身パック、さーっとしてください。あげられそう。大丈夫かな。つけました。はい。そこ、ちょっとなんか、パン粉みたいな。いやいや、一括フライで食うんだ。ラジオネーム三平。変な顔の代名詞、えなりかずき。変な帽子の半魚人、さかなクン。今も昔もずっとデブ、内山信二。えなりに負けずとも劣らぬ変な顔、柄本時生。日本で一番変なデブ、
振り分け親方、このメンツで合コンやったら俺は勝てる、勝てるぞ。分かんないと、意外と意外と盛り上がるかもしれない。ラジオネーム我が名はしたか。後期、大輝、智樹、亀田三兄弟、ひろこ、純子、みちこ、コシの三姉妹、アンナ、エレナ、カリナ、ノセ三姉妹、カレン、ジェシカ、アンジェリカ、道端三姉妹、団子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 三兄弟、世界よ、これが日本で有名な三本の矢を折った者たちだ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。こんなの初めて、五反田の風俗場。何本あるの？新大久保の風俗場。気持ちよすぎて死んじゃう。歌舞伎町の風俗場。何回もあなたとエッチがしたい。小岩の風俗場。おお、ビッグストロングペニス。池袋のロシア人風俗場。世界よ、これがセックスマスターの俺が風俗場に言われた言葉たちだ。誰んでも言うんだよ。いいやつですね。ラジオネーム、喉が渇いたルシール。今日のご飯何？俺、チンゲンサイの炒めかな。まさみ。チンゲが臭い？俺、もうバカなこと言わないの。まさみ。ごめんちゃい。俺、週刊文春よ、これが俺とおかんの LINE のやりとりだ。さらされないですね。ラジオに長崎チンポン。娘を使って荒稼ぎしようと企んだ超最悪のファッキンマザー、リエママ。娘の初恋相手と結婚して AV まで出したクレイジー野郎、足立ゆり。息子に月50万のお小遣いを渡していた正真正銘の親バカババア、三田よし子。日本よ、これが常人には理解することができない母の愛のある母親たちだ。そろそろアベンジャーズ終わろうかな。疲れてきちゃったから。全部芸能になっちゃうからな、一緒だからそろそろ終わろうかな。ラジオネーム、ペケミニ。俺の車はラブホテルだ。車中で40代のババアの乳搾り、ディープキスプロフェッサー、うちの西洋。いやいや、私の車だってラブホテルよ。当時のマネージャーと後部座席でカーセックス疑惑、激エロアラホー氏、雛形あき子。は？俺の車だってラブホテルだし。チンコかぶって毛布かぶって後部座席で早漏大爆発、神風火星包茎アレクサンダー。てめえらさっきからごちゃごちゃうるせえんだよ。俺なんかな、オデッセイの後部座席でうんこしたことあるぞ。渋滞の首都高速で俺の肛門も大渋滞、音速のクソ漏らし、有吉弘行。AV 業界よ、こいつらにマジックミラー号を貸してやってくれ。もう苦しいんだな、車の中だと、ね、俺車マジでカバンの中に基本的にはあのコンビニのビニール袋入れてんのよ、はい、ガサガサ言うから邪魔なんだけど、はい、万が一の時運行しなきゃいけないから、はい、うわ、コンビニの袋ですか。だってしょうがないじゃん、だって車の中、車で高速とかの渋滞でトイレ行きたくなったらもう方法ないからね、マジで。東京はずっと渋滞だから。済ましても無理ですか？クソ最初にもう。止まっちゃうんだ。無理だね。あの、そんなにコントロールできない、俺は。あの、連中を。連中つってんすか？マジで。俺、それほんと中、もうちっちゃくの頃だから。何回もだけど、俺中学校の野球部の時の3年間、はい、6時から朝練なのよ、はいはいはい。その6時の朝練に、までに、排便を済ませるために4時に起きてたのよ。はい、や4時に起きて飯食って、
あと1時間半ぐらいあるだろ、出発まで、はい。その1時間半ずっともうトイレに何回も何回も全部出し尽くすっていう、それだけの作業のため、俺3年間4時に起きてた。つらいな。練習のためにですか。野球部の朝練があるから。つらい。いや、コントロールできるよ。できないよ、こう。まさに。うわ。コントロール。こんな暴れん坊なんだ。難しい、あいつら。少しっすね。いっそゾンビだったなと思うよ。今、しんみり、しんとしんみりしちゃったな。いや、大丈夫です、してないです。大丈夫です、大丈夫です。しんみりしちゃった。ラジオネーム、大丈夫を気取ってます。わー、すごい美人、栗山千秋。雰囲気は似てるけど、そんな美人じゃねえな。シシドカフカ。あれ、シシドカフカってこんなに前髪短かったっけ。ミトラツベ。待てよ、よく見たら髪型同じだけでババアじゃねえか。片桐入り。片桐入りさんにしたら目がいってるし、頬が痩せこけてるな。シャランキュー誠。世界よ、これがアハ体験だ。徐々に変わっていったんだ。徐々にか。ラジオネーム、ミルク紙コップ。広島の缶を三浦マイルド。広島の長飛クロちゃん。広島の劉備有吉弘行。世界の桃園の誓いが再び結ばれて、メンバー悪い。ブレイク上げとく。パン